小学校で生徒が次々に消える怪事件が発生している。どうやら怪人の仕業らしい。先行したタックルを追い現場に急行せよ。うわあ、魔女ドクターケイト。タックル死ぬかな。城福小学校、あそこは私の通っていた学校よ。あ、タックル。堀北？タックルはどこまで行ったんだ。堀北小学校か。堀北。なんだこの花は。助けて。助けて。助けて。あ、花が喋った。広がらないな。パワーアップしないし。校庭に生えていた巨大な花は、こいつの魔法で花にされた子供たちよ。こいつを倒さないと子供たちは元に戻れないわ。このおしゃべりめ。キャー、タックル、あ、タックル、もう遅いよ。こいつの体には私の毒が回った。このままだとこいつは一生苦しむね。助けて欲しければアジトに来な。罠をたくさん用意して待っててあげるよ。ほほほほほ。
タックルがピンチ。タックル、大丈夫か？ええ、それよりドクター・ケイトを倒して子供たちを救ってあげて、タックル。コモスケめを倒すけてほしければ私を倒してこの瓶の薬を取るんだね。まあ無理だと思うけど。タックル、お前タックルによくも。この私が負けるとはね。でもね、いくらあんたたちでも大司令様にはかなわないよ。せいぜい念仏でも唱えておくんだね。よし、これで助かるぞ。毒を振りまくドクター・ケイトを倒し、花にされた子供たちは無事元の姿に戻った。しかし悪の組織ブラック・サタンはしつこくこの町を狙っている。そしてまだ謎の敵ジェネラルシャドウが残っている。頑張れヒーロー、負けるなヒーロー、悪の組織を倒すのだ。みんなに迷惑かけちゃったわ。気にするな、子供たちが助かったのはお前のおかげだ。ただしこれからは一人で勝手な行動を取るなよ。はーい、かわいい。ケイトもやられたか。まあいい、俺が出れば済むことだ。